2022年度子どもたちの心を育む活動。活動テーマ、手話で自分と他者が分かり合い豊かに生きる。受賞団体、特定非営利活動法人手話えもん東京都。耳の聞こえない子どもたちが家族で楽しめる手話を使ったさまざまな動画を配信しています。内容は日本手話で絵本の読み聞かせや手話語りを配信する手話えもんナイトのほか、小学生向けの手話えもんニュースや乳幼児向けの言葉遊び手話リズムなど多彩です。また小学生対象のキャンプ、大人向けの絵本の読み聞かせワークショップなども開催。老児たちは手話を使った動画で世界を広げ、自然と親しむキャンプで学校や学年の枠を超えた友情を育むなど、心豊かにたくましく成長しています。さらに17年の継続により成長した子どもがスタッフで参加するなど、次世代のリーダーも育まれています。